とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、本日もですね、原神やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、目の前に見えてる、あそこですね。あそこにある風神の瞳で、コンプリートなんですよね。で、あれがね、バリアが取れなくて、取りに行けないんですよ。ちょっと今日は、あそこを取るように頑張ってみようと思います。あそこになんかあるな。あ、ここだな。おそらく。あそこを解放してあげないと、何もならないとか、そういう感じかな。わかんないな。まあ、鶏肉は重要なんで、ちょっと取っときましょう。で、こっちにも一個ある。ここだね。でもこれを解放したところで、あそこのバリアが切れるかな。あと一個、あそこか。まあまあ、とりあえず行ってみよう。ここが結構ね、なんか、謎だったんですよね。よし、さあ、どうだ。この剣がいっぱいね、突き刺さってる、ここ。まあ、見た目としてはすごくかっこいい場所なんだけども。あ！違う！ここ、宝箱が出てきただけだ。宝箱が出てきただけで、別に何もない。どうする？入れないんだよ。上からもね、これ入れないんですよ。バリアが囲んであって、全く、あ、話聞いてみましょう。なんだって？三つの封印を施した。はい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 。三つのヒルチャール部落をそれぞれ撃破することで、あー、わかったわかったわかった。周りになんかあるんだな。集落が。そこをちょっと、行ってみましょう。あそこか。いや、もうすでに、解放してますね。あれ、こっちも俺、いつの間にかやってる。解放してある。あ、なるほど。最後の一個だったんだ。ここは俺まだやってないですね。ここをやるんだね。はいはい。まあちょっとなんか闘技場みたいになってるけども、入ってみましょう。お、宝箱が4つもある。ここは美味しいぞ。あ、挑戦しなきゃいけないんだ。おうおう。なるほど。1分40秒のうちに、それぐらい倒しなさいよと。余裕じゃない。あー、シャーマンからね。オッケーオッケー。いや、余裕でしょ。このぐらい。はい、シャーマンどこだ？倒す順番。それさえ守ってればなんてことない試練だね。はい。余裕。はい、半分いったよ。はい、し。はい、残り3体。なんか出る。あ、お前たちね。いや、大したことない。大したことねえな。え、これクリアするだけでそんないっぱいもらえちゃったりするんすか？これはお得だね。ここはお得だよ。おお。はい。ここは美味しいな。おお、まあまあまあ、このクエスト終わったらもう二度と来れないんでしょうけどね。はい、次。うまっ！まあ、とりあえず、宝箱全部行きましょう。いや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 。たったあれだけ倒すぐらいで、こんなにもらえるとは、嬉しい限りですよ。で、しかもノーマルじゃない宝箱もあるので、こいつはいいね。よし。で、最後。こうだね。お、来た！バリアが解けました。バリア解けた。行ってみよう。はい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 。さあ、ここの
剣がいっぱい刺さってるところのやつですね。こういう剣は拾えないよね。で、この貴重な宝箱ゲット、やった。え、なんか剣手に入った。あ、やった、原型入った。強戦士の羽の、はい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 、星4、これは美味しい。いや、さすがだね。なんかすごくいいものが入ってそうなところだけども、やっぱりいいのが入ってた。そして最後の風神の瞳ゲットです。ついにこれでコンプリートだね。コンプリートしたらどういう感じになるんだろう。奉納します。ラスト1個奉納したよ。どうなる。ただただスタミナが上がるだけか。あ、はいはいはい、風の話を聞け、風の歌を聞けかっていうのが入手できましたね。やった。 OK です、ゲット。でもね、岩の方、こっちがさ、まだまだなんだよね。こっちは残りいくつだったっけ。結構いったんだけどね。この1個、残り13個。13個か、結構あるな。うん、まあとりあえずここ残り13個入手すると完全コンプリートだね。はい、まあ1日あれば集めきれるか。なんとか、集めてみたいと思います。ではですね、原神今ランク30ですね。まあまだまだ、先進めていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。